下り坂を滑ってるようなもんや。上り坂しんどいや。上り坂を一生懸命自転車でこいだらしんどい。でも下り坂はどうよ。自分はこがなくても勝手に下っていく。それが習慣の力や。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。自ら輝き、世界を輝かせるスター、ミスター・オカチです。親子で学べる生き方の授業を本気でやってます。 チャンネル登録よろしくね。今日、あなたに紹介する熱い言葉は、習慣を作ろう。何をやっても続かない、自分に自信がない、三日坊主、そして目標とか夢を達成したいというあなたは、絶対に見てください。後悔させません。まず言いますよ。じゃん。 2021年の5月にミスターオカッチはやり抜く子と投げ出す子の習慣という本を出しました。これオカッチの本です。だから分かるんです。やり抜く子と投げ出す子は何が違うのか。 勉強ができる子と勉強ができない子は何が違うのかいつも一番目標を達成できる子といつも勝てなくて目標を達成できない子ここは一体何が違うのか何やと思う習慣の作り方を知っているかどうかですいいですか 習慣の作り方を知っている子供は自分がやると決めたことをコツコツやり続けて力がついてくる。できなかったことができるようになってできることがもっとできるようになって目標を達成するんです。それは漢字だってそう、ピアノだってそう、バスケでもサッカーでも剣道でも何だってそう、コツコツやり続ける力があれば成長する。 だよね。だよね。だから、やり続ける子と投げ出す子の違いは、やる気とか根性の問題じゃなくて、ただ単に、習慣の作り方を知っているかどうか。ね。学力がない。頭が悪い。根性がない。やる気がない。そんな子供でも、そんなあなたでも、習慣の作り方を知っていたら、 どんなことでも上達することができて成長することができてコツコツ続けることができて目標を達成できるの夢が叶うということです。ね今日はそれやるのここに書いてきましたね書きましたここがここに書いているのが習慣の作り方でございます言うよまず習慣って何ですか 習慣とは何ですか。何何、うん。うん、習慣って何。書きます。習慣とは。これ。ちょっと、眉毛が。目に入った。これだよね。 考えなくてもできること自動的に勝手に体が動いてしまうそしてやってしまうことこれが習慣だよね習慣だよね息してる考えてますか 息を吸って息を吐く。考えてますか歯磨きするときね。歯ブラシを、じゃあまずはこれぐらい100の力のうち50ぐらいの力で磨いて、それが終わってから上の歯磨いてって考えてる考えてない。自転車はどう考えながら運転してるもう何も考えなくてももしかしたら話しながらでも運転できるかもしれない。危ないからやめてね。そう。 わかる習慣というのは考えなくても無意,識に無意識でも意識しなくても自動的に勝手にできるの。心臓動いてるでしょそういうことこれが習慣なの。わかる習慣っていうのは自動的に勝手に体が動くだからしんどいな苦しいなストレスやなとか感じずにコツコツ続けられるの。 わかるどんなことでも習慣になればコツコツ続けられるちょっと鼻水出たないいですか、まあ、鼻水出たけど服は、はい。服で吹いたらあかんで怒られたなはいそういうことです 分か,る分かったな分かったなはいじゃあどうやったら習慣ができるのかということや習慣になったら何の努力もせんでも苦労もせずに勝手に自転車をスイ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 こいでるかのように楽ちんに前に進めるそういうことねいいですか言うよ習慣を作るためにはためにはな習慣を作るためには3つの壁を乗り越えないといけないんです そういういことこの3つの壁を乗り越えることができたらゴールピピー習慣ができるのねじゃあそれはどんな壁があるのかそしてその壁をどうやって乗り越えるのか言います今から言うよ落ち着いて落ち着いておかちやな落ち着いてないなちょっと水飲むよちょっと落ち着くためになそう鼻水タオル持ってきてよかったなあちょっとタオル拭いてくるちょっとごめんね さすがに鼻水で出てたらなあかんやろ。あの昨日バスケットボーの練習でさ使ってなかったタオルがあったからタオルはいいよ。うん、ねはいということではいじゃあ習慣いいですかやるよどうやって習慣がつくを作るのかはいここゴールだよねゴールだよねはい三つの壁がありますはいまずじゃあ知らないという壁そして二つ目できないという壁そして最後は めんどくさいという壁です。ケー。まず一つ目。知らない。ねここにたけしくんがいます。ねかわいいね。かわいいね。ちょっと髪の毛塗っとこうかな。たけしくんかわいいね。小学3年生のたけしくんですね。えー、運動会でね、えー、っと、ライバルの、あのー、誰や、りょうまくんに負けてしまってさ、 僕足が速くなりたいなってこれね、目標ができたのね。まずここです。一つ目。知らないということ。足が速くなりたいっていうのは分かった。でも、速くなるために何をしたらいいのか分からない。知らない。どうしたらいい何をやったらいいのかが分からない。だから、やらない。やらないから、 成長しない。そういうことね。まず一つ目、ここ知らないという壁です。そして二つ目、何をやったらいいかが分かりました。そう、50メートルを一日一回走ったら速くなるだろう。そう思ったね。思った。やることは分かりました。でも次はこれ、じゃーん。 であのー、いつもと違うことをやるわけやんかいつもやったら楽やけど朝な朝例えば5 0メートル走るってしんどいやんかそうしんどいからもうなんかめんどくさいなあとか、ね、もういややなあっていう気持ちが出てきてやることはわかっている知ってるけどできないっていうのが2つ目の壁です。そして それを何度も何度もやり続けたら、50メートルを1日1回走る。楽勝や、簡単や、できるようになってきたんです。そして最後の壁がこれなんです。それ。これですわ。めんどくさい。 飽きてしまったなということなんです。何をやったらいいかも分かっていて、それがもうできるようになった。簡単にできるの。50メートル1日1回でも、腕立て伏せ10回でも、30分ピアノのハノンの練習をする。簡単できるのでも、 めんどくさい。飽きてしまった。そのピアノの練習やるんやったら、呪術改正見た方が楽しいわ。50メートル走るんやったら、友達とかくれんぼする方が楽しいわ。てな感じで、てな感じでできるんだけどめんどくさい。めんどくさいからやらない。やらないから続けられない。ということなの。この3つの壁を乗り越えたらな。乗り越えたら、ここです。 ゴールに行くことができるんです。ゴールっていうのは習慣。考えなくてもできる。いつの間にか自動的にやっている。というところまで行けます。ね。分かった ?3 つの壁。それでは今からこれら一つ一つの壁をどうやって乗り越えるのかを言うよ、言うよ、言うよ。もう,もうちょちょっと楽しすぎてさ、言うよ。こっからが大事だからな。どうやったら乗り越えることができるのか。まず一つ目。 知らないといととうこと足が速くなりたいなーっていうのは分かったやりたいことは分かった夢とか目標見つかったのでもどうやったらいいか分からない何をやったらいいか分からないだからやらないでしょその時にどうしたらいいのか2つ大事なことがありますまず1つは数字をつけるということこれものすごく大事ね足が速くなりたいなこれよう分からへんねんな 数字が一つもないやんどれぐらい速くなりたいのいつまでに速くなりたいのが分からへんだからここに数字をつけるの例えばえっと、えー、次の10月例えば今9月1日やとするやろ9月1日やとするやん9月で10月1日までに 50m 走を9秒1から8秒6にする。 わかりやすいよね。足が速くなりたい。わからへん。いつまでにどれだけ速くするの。まず自分がやりたいことを数字にするということ。そしてもう一つ。毎日走る。っていうことではなくて。何をやるかを決めるときも、どれぐらい何回何日やる。それを決めるの。例えば、50メートルを1日に 一回すするるかりやいいいよよねねっっぱい数字が入ってるよ、ね、何をやるかが分かっていたら人間は行動できるようになるししたくなるの。なんとなく足速くなりたいな。なんとなく頭良くなりたいな。なんとなくかっこよくなりたいな。それだけじゃ。 何も動かないの。だって何をやったらいいか分からないから知らないから一つ目の壁にぶち当たって倒れてしまってもうええわそのまま寝とこうっとってなっちゃうの。分かったこれが一つ目の知らないという壁を乗り越える方法数字にするあらゆることを数字をつけてくださいいつまでにするどれぐらいする何回する全部数字にするそして二つ目これ大事1ミリゴールですいいですかおかっちの身長は 177.5センチ。そして人差し指の大きさはだいたい10センチ。爪の長さは1センチ。じゃあ1ミリは ?1 ミリはだいたいおカっチのほくろの大きさぐらいや。あなたのほくろの大きさぐらいわかる ?1 ミリって要はめちゃめちゃちっちゃいってこと。めちゃめちゃ ちっちゃいゴールということやわかったやり始めの時にいきなり俺は毎日50メートルを30本走るんだ もしかしたら、最初の1日、そして2日目、3日目はできるかもしれへん。でもな、やっぱそんだけ走るとしんどいねん。疲れてしまって、それ以外のことができなくなって、体を痛めてしまったり、めんどくさくなったり、疲れたりして、もうええわ。ってなってしまって、3日でやめてしまう。そういうこと分かった ?1 ミリゴールが大事なの。一番最初にやり始めるとき、ほとんどの人がここの壁で潰れてしまいます。だから。 一番初め始めるときは1ミリ絶対に達成できるちっちゃなゴールを立ててくださいわかるどんな大きなゴールをやるのかではなくて続けることが大事一番最初は続けることが大事なぜなら習慣にするためには続けないと習慣にならないからだから 大きなことを目標にするんじゃなくて絶対に100%何があってもできることをちっちゃなことを目標にしてくださいそしてそれをたくさん達成するそうすれば嬉しいもっとやってみたい楽しいやってみようとやる気がどん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 上がってくるやる気が上がれば練習する努力する一生懸命やるそういうことでしょうはいそして一つ目の壁はそれで乗り越えることができます何をやるのかが分かりました 絶対に達成できる。それをどんどん達成していくと自信が出てくるな。自信が出てくるね。自信が出てくる。はい。自信が出てくる。はい。そして二つ目。できないという壁ね。できないという壁ね。ちょっとずつできるようになったんだけど、できる日もあればできない日もある。やることは決まっているけれども、忘れちゃった。 とか、友達との遊びの約束があって、やる時間がなくて、なんかそのまま、いつやるかを決めてないくて、そのまま忘れてしまって、もうええわってなっちゃうとか、そういうことな。やると決めたときに、なんか違う、別の用事が入ったり、風邪ひいて、めんどくさい、疲れたってなってしまったりしたときに、できないってなってしまう、そんなことはありませんかお勝ちは いいっぱいありました回はあったよな、はいそんな時にどうしたらいいのかこれです習慣とくっつけるこれとても大事なこと言うよ人間というものははいここに書きましょう人間というものはいつも通りが大好きなのオッケーいつも通りいつもと同じというものが人間は大好きなのなぜならいつもと同じことをしたら 生ききているることができる安心で安安心全それが分かっているからいつもと違うことをやってしまうとどうなるか分からない命が危険に脅かされるかもしれない怪我するかもしれないそういうことね。だから 人間というものは、いつも通り、いつもと同じということが好きなのだから、ちょっとでも、いつもと違うものが入ってきたときに、それを、お前いつも通りじゃないって言って、弾くの。わかるあれや、あれ何やろ、あの、 磁石みたいなもんや。プラスとプラス、ボンて弾くやん。あれぐらい強力な勢いで弾くね。ボンって弾くんよ。いつも通りの中に、いつもと違うやつが入ってきたら、お前じゃない、入ってきたら、お前じゃない、入ってきたら、お前じゃないって弾いていくんです。わかるだから、習慣とくっつけるんだ。習慣っていうのは、いつもやっていること、考えなくてもできることでしょ。いつもやっていることに、 いつもやっていることに新しいものをくっつけるいつもやっていることに新しいものをくっつけるそうすれば人間は自分の体は心はあいつも通りなんだって錯覚するで楽にできるようになるどういうことがいつもやってることあるでしょう毎日やってること絶対にあるでしょう寝てるよね朝 起きてるよねご飯食べてるよね学校から帰ってきてるよね夜お風呂入るよねやってることあるでしょその毎日やってることの前もしくは後 朝ごはんの前、朝ごはんの後、朝ごはんを食べてる時とかね、学校から帰ってきてすぐ、帰ってきて、えー、帰ってきてすぐとか、<laughs> 夜ごはんを食べてる最中、食べた後、寝る前とか、毎日やっていることの前、もしくは後、もしくはやってる最中に、これをやっていくということ。例えば、おかっちね、おかっちは、 朝の散歩を習慣にしたいと思いました。朝の散歩、習慣にしたい。でもね、なかなか続かなかったの。簡単やね。できるんだけど忘れてしまったり、もうええわってなってしまったり、続かなかったの。そんなおかっちがどうしたか。朝な、オンライン朝英語って授業をやってます。それが終わった後、それはもう決まってんねん、授業やから。もう毎日やること決まってんねん。一年ぐらいやってんねんな。だからおかっちはもう習慣になってんねん、すでにな。習慣になってることにくっつける。 でしょだから朝英語をやってる後にゆうがちゃんおかっちの奥さんと一緒に散歩に行くそう決めたの。そう決めたら 朝散歩を忘れることがなくなってほぼ毎日優雅ちゃんと朝散歩できるようになりましたそれだけあらへん朝散歩ができるようになったじゃあその朝散歩をやってる最いにラジオを聞くということを新しく習慣にしようと思いましただからえっと朝散歩が習慣になったから朝散歩にラジオを聞くということを習慣化した、ね、それも習慣にできるようになったから次は朝散歩の後に プランク、腹筋の体操をする,するということが習慣になりました。そして今は朝散歩の、朝散歩の、朝散歩、もう一回言うよ、最初から。朝英語をやって、その後に朝散歩をやって、ラジオを聴きながら散歩をする。そしてその後に、プランク、腹筋の体操をやるんだけど、その時に、顔面体操、今見せられへんよ。変な顔する。顔面体操をしながらプランクをするということを、今、 トライ挑戦していますそんな感じですでにあなたがいつも毎日やっていることに新しいことをくっつけるそうすれば忘れないこれが2つ目ねふつ目。そしてこの壁を乗り越えたらいよいよ最後ねわかるんだけどプランクやんのわかんねんけどめんどくさいんだよねって。 簡単にできるけどめんどくさい。面白くないんだよね。っていうこと。これね、どうやって乗り越えるのか。二つ言います。もうダッシュでいいよ。まずは一つ目、好きなこととくっつける。はい、これ大事です。ね、飽きてきた。面白くないわって思うんやったら、面白いこと、楽しいこととガッチャンコ。オンして、合体するの。ガッチャンコするの。例えば、朝散歩。朝散歩だけやったら面白くない。だから、 ゆうがちゃん奥さんにも来てもらって奥さんと話しながらやると普段話せなかったことを話せるし仲が良くなるし一緒に写真とか撮り合ったりして楽しいの、ね、そういうに好きなこととくっつけるねそういうだけじゃなくてジョギングしてる時に音楽をかけたり BGM をかけるとジョギングとか散歩面白くないなと思う時でも好きな音楽を聴いてたらなめんどくさいとか飽きたっていうのがなくなっていくこういうことあなたの好きなこととくっつけてください な飽きてきた時にはそして最後ご褒美これめちゃくちゃ大事自分が頑張っている自分が努力している一生懸命いろんな壁乗り越えてやってきたやんかそれをその自分を認めてあげてください褒めてあげてくださいそして実際に自分にプレゼントをあげてください例えばこんな感じこんな感じの表作ったらええやんかなこうやって。 1>, 1週目、2週目、3週目、4週目って書いてな。で、1週目が、例えば、えー、3回できたら、何回でもいいよね。3回できたら、ご褒美みたいなご褒美リストも書くね1週目を、ね、こう3回できたらじゃあ。 アイスクリームを買おうとかなじゃあ 2, 2週目も3回できたらあの回転寿司の蔵寿司を食べに行こうとかなで3週目も3回できたらお父さんに映画に連れてってもらおうとかで最後4週目ここまで全部できたらえー、USJ 遊園地とかに連れて行ってもらおうみたいな。 こんな感じで自分が頑張ったらご褒美がもらえるって思ったら頑張れるでしょそしてご褒美を食べたらあやっぱり楽しい幸せだ次の1週間も頑張ろうってなるでしょそう自分で自分を認めてあげて褒めてあげて与えてあげてプレゼントをねオッケーこういう風に自分がどれだけ頑張ったのか常に見えているとやる気はぐんぐんぐん高まっていく。 そうして、いよいよ、こうやってめんどくさい飽きたっていうのもなくなれば、ゴールでございます。これでイエイ、イェイ習慣が完成です。わかったちょっと長かったよね。おかっち結構無駄なことも話してたけど、なんとなくわかったかな今日おかっちは、習慣の作り方をお話ししています。やると決めたことを、最後までやり続ける力。 やり続ける力があれば、目標を達成できるし、成長できるし、夢も叶うの。な。もう一回復習するよ。三つの壁がありました。覚えてるかなはい。まずは知らないという壁、足が速くなりたいと思ったけど、何をしたらいいかわからない。どうしたらいいですかす全部数字つけるの。いつまでにどれぐらい数字をつけてください。そして一番最初は、1ミリゴール。 スモールステップとかベビーステップとも言うんだけど1ミリの長さでこれだけでいいからちょっとでも進めばいいからとにかくできたちょっとでもやった自分に褒めてくださいいきなり50メートルじゃなくてもいい例えば10メートルでもいいんやで10メートルでもいいやったら丸をつけてあげて丸をなオッケーそして何をやるかが分かったら次は 習慣とくっつける。できないってね。予定外の入った、予定外のことが入ったり、用事が入ったり、ちょっと疲れていたらもうめんどくさいわとか、できへん、やめとこうってなったり、頭から消えてしまって、忘れてしまった。そんなこともあるでしょうじゃあどうしたらいいはい。習慣とくっつける。ね。人間はいつも通りが大好きです。いつもやっているものに新しいものをくっつける。ただそれだけ。朝ごはんを食べる前、食べた後、もしくは寝る前、 ね、寝る前寝ている最中あ寝ている最中はできへんな寝る前とか起きた後とかねいつもやってることの前とかあとそしてやってる最中に新しいものをオンしてくださいオンしてくださいねそして最後はこれ飽きたなあんどくさい面白くないそれをどうしたらいいのかはい好きなこととくっつけてください 音楽でもいいね何でもいい好きなことあなたの好きなことと新しいことをくっつけてくださいそして自分で自分にご褒美をあげてください自分でプレゼントをあげてくださいそうすればどんなことでも習慣にできます OK だからあなたに伝えたい習慣を作ろう もうあなたはどうやって習慣を作ればいいのかが分かりました3つの壁どんな壁があってその壁をどうやって乗り越えたらいいのかもう分かっているのやる気なんかいらん根性なんかいらん学力なんかいらんねん習慣の作り方を知っているそれを一つ一つやっていけばできなかったことができるようになってできることがもっとできるようになっていつかは。 当たり前のようにやってる考えなくてもできるそういう習慣になってんね習慣になったら強い下り坂を滑ってるようなもんや上り坂しんどいや上り坂を一生懸命自転車でこいだらしんどいでも下り坂はどうよ自分はこがなくても勝手に下っていくそれが習慣の力や。 いいですかもうあなたは習慣の力を知っているもう逃げることはできませんあなたがやると決めたことどんなことでもいい足が速くなりたいピアノが上手くなりたいバスケットボールが上手くなりたいサッカーが上達したいどんなことでもいいからそれにまずはいつやるの数字をつけてなこの壁を乗り越えるための作戦を考えて一つ一つやっていこう一つ一つやっていこう絶対あなたならできるからなぜなら習慣の作り方も分かってるわけや 問問題題を分分かかっっててていてその問題の答えも分かってんねあとはやるだけやたけしみたいにこれたけしって言うねんけど前に進んでいくだけやそうすればゴールになるアイアムスターユ e アースター自ら輝けば世界は輝くおカッチはあなたが自分がやりたいことを見つけて全力で挑戦することを 心の底から応援してます